どうもこんにちは、コスケです。今回はですね、食品の野菜の種のところで、なんか上級野菜と普通の野菜があるんだけど、とりあえず普通の野菜のところの種を全部買ってきて、まず、成長段階まで育てました。ここから、このね、大きくなーれっていう、こう、肥料があるんだけど、これを撒くことによって、この、まあ、前の動画でも見せたんだけど、この4つが、ひとまとまりになって、その名前も変わって別の大きな作物ができると。っていうのがあるのよ。ね。だから、今回はね、それって、全部の作物大きくなんのって。これ見て、ネギとか大きくなったらどうなんのっていうのを検証するべく、題して、全部の野菜、大きくなるのーということで、早速ね、肥料を撒いて、ね、やっていきたいと思います。まずこうやってね、この肥料を一個ずつ撒いていって、そうだね。とりあえずね、何日か寝てみたら、なんかね、中くらいの大きさ、ちょっと大きくなるんよ。で、その段階で、さらに、また大きくなるを撒くと。で、今ね、外してるんだけど、この健康度とかは一応結構マックス近く保つように、頑張りました。じゃないとね、枯れちゃったりね、するんで。ってことで、一旦ね、寝ます。これ、次の日、大丈夫かな？うおぉ早い！大きくなんの早い！で、さらに、このサイズから、ね、より大きくなる。だから、今また水をまいて、で、正直さ、この、ほかほかの実とか、いちごとかは俺大きくならんと思っとって、全部が全部大きくなるのかどうかわかんないですけど、どうなんだろうっていう。おぉ！いい感じに、いい感じにね、全体的に大きくなってきてる。すげえな。じゃあ、ちょっと待って、雨いいね。雨続いてくれるおかげで、全然水まかんくていいけど、不安だからまくっていう。で、今はほうれん草、じゃがいも、かぶ、ピンクかぶ。で、一応ね、ぐんぐん伸びるみたいな、すげえ成長速度速くなる薬も巻いてある。やっぱさ、やっぱちょっとこのほかほかの実、いや、てか待って。待って。もうさ、できとるやん。できてるんですけど、これもう、ほら、超じゃがいも、大きなかぶ。もうここはまあ、ここはね、正直できることは全然知っとったけど、俺が一番見たいのは、この、ほかほかの実なんだよね。これが果たして大きくなんのかっていうところ、一番気になる。さあ、どうだ？おお！大きくなるんだね。で、ちょっと一応俺もこの大きくするプロじゃないんで、わかんないんで、一応この、追加でね、大きくなあれを、一応巻いていこうと思います。多分ね、成長速度早ければ、別に巻かなくても大丈夫だと思うんですけど、一応ね、ちょっとまだわかんないんで。でもそれにしてもなんか、いいね。もう全部大きくなる、説が。おー、すげえ。いい。めちゃめちゃいい。よし、次の日、寝るぜ。これでもうね、ほとんどなるんじゃないかなっていうところはあるけど、ここでなるんじゃない？おーなんかスカスカだね。すごいスカスカになってしまうよね、この、巻くと。よし。てかね、待って、芋だけ全然ならんくない？これは、なんでだ？ちょっと、これの栄養を見てみよう。栄養行き届いてないとかではない。なんでかね。なんでその、芋だけはちょっと中くらいの大きさにもなってないけど、そういうことある？ちょっと待って。俺すごい発見してしまったかも。これ芋だけはさ、ならん可能性があるよね。ならん可能性がある。しかもさ、ちょっと待って、この隙間ってさ、今草生えとったよね。耕せんよね。おー、やばい、間違えた！やってもうた！サムネにしようとしたのに。まあいいや。これは多分無理っぽいな。ちょっともうちょっとだけじゃあ、これちゃんとしっかり水まいて、大きくなあれ足りてないとかではないと思うんだけど、なんか全然、さつまいもやっぱでかくならんのかな。俺全野菜になると思って、まあ、この検証してみたんだけど、なったで、寝る。ここでなってくれ。頼む。なったー。
はい、ということでね、ちょっとね、皆さん、サムネ撮りたいからね、あなたたちはちょっとバイバイしなさい。よし。ってことで、まあ、結論、全野菜大きくなる、でした。いや、てっきりね、奈良野菜もあると思ったけど、一応全部なるっちゃなるんだね。ってことでね、皆さんも、全部大きい野菜つく。で、その大きい野菜は、そのボスモンスターを仲間にするときとかに使う。びっくりかぼちゃ。王様さつまいも。王様大根。王ほうれん草。超じゃがいも。大きな株。大きな桜株。ビッグピーマン。大きなナース。ビッグネギ。すごいいちご。すごいいちご。キングほかほかの実。て、皇帝人参。カイザーキュウリ。カイザーキュウリ。で、これね、なんかその、野菜さ、なんかね、結構ね、その、武器強化するのにも、作るといいのがあるらしいよ。ほら、これとか、非耐性 15% とかね。これにさ、10倍鉄加えたら、もうめちゃめちゃ対抗上がるやんって話でしょ。はい、ってことでね、皆さんもね、ぜひ、大きくなる野菜は多分全部。で、次回は上級野菜の方と、木？みかんの木とか、りんごの木とかもなるのかどうか試してみたいと思います。それでは、さようなら。バイバイ。動画を見てくれてありがとうございました。右が最新動画、左がおすすめ動画なんで、ぜひそちらも見てください。チャンネル登録もお願いします。それだけ？ダメな。もうちょい伝えて。何？バイバイって。